今週の狙い馬のコーナーです。サンケイスポーツ森田です。どうもです。よろしくお願いします。はい、今週はフィリーズレビュー、はい、桜花賞トライアル、先週チューリップ賞ハープスターが中継しまして、うん、改めての大胆なんですけど、ここはね、ハープスターはね、こう強い馬が強いっていうか、ね、軸になる馬がね、どうかっていうのもあるし、なかなか面白いメンバーが揃ってますよね、うん、そうそうそう、はい、トクソンは一応ね、ホラーアキコ、なるほど、うん、阪神 JF のね、負けましたけど、別に、はい、あれが力負けじゃないし、まあね、上位3頭はね、やっぱりどうしてもね、印象に残るんですけど、ホラーアキコもね、全然引きは取らないと思うんでね、この前ちょっと負けちゃったけど、はい、7着だったけど、でもそれでも全然、能力的に引き取らないと思うし、ここもね、専用、もともとね、短いところからこう どんどん来た馬なんでね、距離短縮は問題ないと思います。なるほど。私は、山のフェアリーに注目してるんですけども、はい、こちらは、ね、デニム&ルビーの前、ね、妹なんですけれども、はい、マーケット良くてですね、前回、府中の春羅賞なんですけども、この時は雪でね、輸送時間がもう16、17時間かかってたんですけど、その輸送をクリアして馬体は減りつつもなおかつ勝ったというね、その精神的なタフさをちょっと評価してるんですよ、ね、10キロ減ってたもんね、はい。それでまあその後のケアというのは結構大事な話なんですけども、うん、ここにしっかり間に合って登録できたということは、うん、しっかりね、配給者が体制を整えたというふうに見て、ちょっと未知の魅力みたいなものも込みで、このように僕はちょっと注目してるんですけども、うん、はい、900万だったらね、まあ、はい、うまくすれば大橋に出られるかもしれないけど、オークス行きたいんだったらね、これは上限には足らないんでね、はい、やっぱりしっかり1、2着、まあね、権利はもちろん1、2着入ってね、賞金は加算したくたいところでしょうね、はい、私は黒三角です。はい、あとはエスメラルディーナ、カットバなんですけども、はい、ちょっと引き目でね、はい、ペドロサっていうのね、ジョッキーが乗るんでね、ちょっとね、対抗にしてみましたけど、うん、まだそこを見せてない分ね、ちょっと面白いのかなと、まあ、輸送がどうかっていう問題もありますけど、まあ、はい、そこはちょっとね、ペドロサジョッキーにちょっと期待をしたかなと、まあ、ダートで心配かったんですけども、うん、その後芝でもね、スピードとこう後ろ向きの適性を見せてましたんで、そうそう、うん、なかなか楽しみな馬です。そうね。あとまあベルカントがね、はい、和製杯使って、ね、男前で使ったけど、やっぱり距離長かったんで、一波乱、短縮した専用でね、これも変わり身があると思います。まあ、スピード生かせそうですね、うん。そうですね。あとアドマイビジンとかね、まあいますけども、はいはい。あとは中山では中山ヒンバステークス、はい、アンデ G3 なんですけれども、はい、こちらはちょっと私ね、当選紅桜をね、ちょっと注目してるんですけども、出た、片手者、はい、で、はい、まあ結構これまで控える競馬を多くしてたんですけども、うん、前回でね、3番手から上手に競馬をしまして、うん、まあ、陣営によるとこう気分よくね、競馬をさせたいというふうなことを心がけてまして、はい、普段の調教からこう集団の中でもね、他の馬をリードするような形で調教にパターンを変えたんですよ。なるほど。でそれがこう客室の幅が広がっての先行差がつながってるんで、今の中山タフでちょっと前行ったものは有利だと思ってますんで、これフェアリーステークス買ったの長めだったよね。そうですね、はい、ババテキセもありますんで、あれ、ね、いいんじゃないかと思ってます。私はね、はい、ちょっとね、ホーリーキューシャの2頭がね、すっごい気持ち悪いな、怖いなと思って、エクセラントカーブとね、はい、エヴァープロスさんもちょっと気になるんですけど、多分これね、もう多いじゃないかなと思うんでね、追い切りしっかり見たいなと思って。そうですね、本命はね、一応今考えてるのはノーブルジュエリー、はい、多分これラストランです。あ、うん、ラストランになるんですけど、うん、なんかね、ここに来てね、馬良くなってきたんでね、ちょっともったいないんじゃないかなと思いますけども、うん、小牧ジョッキー、この馬のためにね、乗りに来るらしいんで、ちょっと、まあ、注目したいなっていうか、うん、追い切りとかね、良かったらね、これ本命にしたいな。経験者の、はい、ツーザワールドの続く受賞にも、はい、あまり経験者本命しませんけどね、私ね、はい、ちょっとね、やってみようかなと思います。あとは、中京が始まりまして、はい、中心馬、こちらは、まあね、うん、あるんですけども、ペドロ先場のラブリーデーに僕はちょっと期待をしています。はい、はい、わかりました。以上です。はい、ご視聴楽しみください。